認識は基本的には哲学の概念で主体あるいは主観が対象を明確に把握することを言う。知識とほぼ同義の語であるが日常語の知識と区別され知識は主に認識によって得られた成果を意味するが認識は成果のみならず対象を把握するに至る作用を含む概念である。認識は伝統的には大きく経験的認識と 理性的認識に分けられ、さらにその論者の哲学体系により異なる部分もあるが、おおむね、直感的認識、感性的認識、理性的認識、知性的認識などがあるとされる。それぞれの認識の成立には、感性、直感、理性、そして知性内視五性などの主観あるいは、精神の機能が働くとされる。認識についての哲学における研究分野が、 認識論である。認識の起源、認識の本質、心理論などで様々な解釈がある。科学としての心理学においても、認識という概念、用語が使用される。心理学の場合、科学であるため、基本的に外界の素朴実在論を前提としており、このため、哲学における認識とは異なる定義や概念となる。心理学で、またその他の関連分野で使用される。 コグニションという言葉、概念は、場合によって、認知という訳語がふさわしい場合がある。EN、コグニティブサイエンスなどは、認識科学ではなく、認知科学である。また、EN、コグニティブサイコロジーは、心理学の分野の一つであるが、これは、認知心理学という、認識心理学とは言わない。心理学では、認識とは、心的な過程の一つで、 外界から得た情報が意味付けされた上で意識に上ることを言う。ここで外界からの情報が近くである。これは体からの信号である感覚をもとに構成されたものとなる。この近くに対して意味付けを行う過程には知性的能力や知識が介在し、同じ対象に対しても個人ごとに同じ認識をしているとは限らない。ここで近くしていることは、 必ずしも認識していることを意味しない。いわゆる、見ていると、見えているの違いである。また、認識はそれだけでは、ブラックボックスで、行動、発話などの出力行為によってのみ、客観的に確認できるものである。情報工学においては、外部から得られたデータをもとに、その中から意味のある対象を、感覚機関で見たもの、聞いたものを意味付けする過程のことを認識と呼ぶ。 例えば、画像データの中から人を見つけ出し、それが人であるというデータを生成するような技術のことであり、このように自然情報から対象を拾い出す処理は、特にパターン認識と呼ばれる。パターン認識は、生体認証、OCR、音声認識など様々な分野への応用が実用化されている。岩波哲学小辞典、ありがとうございます。